こんにちは、ごまおです。本日はですね、Kindle 出版をするメリットを紹介していきたいと思います。収益もね、公開しながら、ごまが実際どれぐらい稼いでるかっていうのを見せながら、どんな感じでね、メリットがあるのかお話ししていきます。この動画は、自身がね、うつ病で休職する前後にお金に関する不安でいっぱいでしたので、同じような思いの方の一人でも役に立ちたい、お金の知識、生き方、働き方を伝えていきます。得意なことはね、楽天経済圏を靴下節約術、米国株 ETF 中心の資産運用、YouTube 発信などの副業ですね、それらの知識をお伝えしていきます。この動画、こんな方向けの動画になっております。ブログやっているけどね、なかなか稼げないみたいな方、ブログのコンテンツを転用して稼ぎたい人、なかなかね、ブログのアドセンスだけじゃね、全然稼げないって人ね、多いと思いますので、まあ、こういう方法もあるんだよ、Kindle で出発するっていう方法もあるんだよってことをね、お伝えできればと思います。ブログでね、稼げなかった僕がね、月4万円最高でね、稼いだっていうね、方法なんで、これをね、知りたいって方の参考になると思います。結論から申し上げます。ブログでね、100円しか稼げなかった僕が、Kindle で初月いきなり1500円稼げたんですよね。これはね、なかなか大きかったですね。ブログやっても全然ね、なんとうんともすんともいかないなってね、思ってたんで、半年ぐらいやったんですけどね、ブログね。100記事ぐらい書いたんですよ。それでもね、なかなかね、お金稼げなくてね、なんだこれ話が違うじゃないかみたいなね、100記事書きゃよかったんじゃねえのかよとかね、思いながらね、やってたんですけど、なるほど、まあ、こういう方法もあるんだなっていうね、電子書籍で、稼ぐって方法もあるんだってことが分かりましたね。Kindle 出版はね、無料で始められるので、しかもロイヤリティが 70% もらえるっていうね、これめちゃくちゃいいなというふうに思ってます。Amazon というね、この巨大なプラットフォームを利用できて、Amazon、Kindle 内でね、検索とかしてもらえるんで、それに引っかかればね、Google 検索よりはやっぱ競合が少ないですから、そこら辺でね、自分のが優位に立てるっていうね、状況が作れるっていうね、そういうプラットフォームのね、違いですよね。そこを利用できるっていうのは大きいのかなというふうに思います。で、どんなテーマが売れるのかっていうね、コツをね、解説していければというふうに思いますのでね、最後までお付き合いください。はい。じゃあね、まずはですね、ごまおの2019年1年間の、この Amazon の、Kindle で販売したものの収益をね、グラフで見てみましょうか。こんな感じになっております。ごまおは2019年4冊の電子書籍を発売しました。2019年1月に初めて出したので、本当合計で、今まで全部で4冊出したということ。2020年はね、まだ発売してないので、今も合計4冊を発売してるんですけど、まず、1月、2019年1月に初めて売って、この時に1500円ぐらいね、始めてもらったんですよね。で、1500円って言ってもね、1月の後半、1月20日とかそのあたりにね、販売したんで、実質10日ぐらいしか販売しなかったんですけど、それでも1500円稼げたんですよね。これ相当でかかったなと思いますね。めちゃくちゃ嬉しかったですね。で、これ、表紙とかね、自分でパワポで作ったりしてるんですけどね。で、この時に初めて書いたのは、ブログがね、うつ病で、どんな感じでね、休んでたかとか、どんな感じで復帰したかとか、傷病手当金こんな風にもらうんですよ、みたいな、そういう情報をね、ブログで発信してたんですけどね。そういうことを、まとめたって感じですね。ブログで書いたことをまとめたっていう感じですね。4月に発売したのは、うつ病で1年間休職後に復職した体験記ですね。実際に復職したのが、2月かな。2019年2月に復職したんですね。それまで1年間休職してたんで、はい。その体験談がね、4月、この実際ね、復職しながら、ね。いや、復職初期はね、辛かったですけどね。この、本格っていうのが生きがいっていうかね、だった気がしますね。これをやって、なんとか人生立て直すんだみたいな気持ちでやってましたね。その調子でね、6月に出せたのが、今度はその、うつ病の話じゃなくて、資産運用の話ですね。米国株の ETF、VYM。っていうのをね、ずっと買ってるんですけど、それについてね、配当金で不労所得を得る方法みたいな感じでね、出したんです。これね、めちゃくちゃ売れましたね。これがもう売れてめちゃくちゃガーンとね、月あたりの収益もね、増えましたね。3万5000円を超えたんですよね、この、7月か。はい。
超えて、で、まあ、この調子だと思って、ちょうど、2019年の10月に、消費税が増税されるっていうね、あったんで、その前になんとか、このキャッシュレス決済のね、まとめた本っていうのを出そうかなと思って頑張って書いてたんですけど、ね、これは外れました。あんまり読まれなかったね。キャッシュレス決済の情報を書籍で読もうって人は多分あんまりいないんでしょうね。まあなんかこのね、トレンドに乗るためにこう出したんですけど、まあそんなうまくいかなかったなっていう感じしますけどね。でもまあこの VYM の本とか、あとまあこの本、この青い本、これも割と読まれてて、まあこの2冊が主力なんですけど、この主力の本がね、ずっとやっぱり読まれ続けてて、まあ多少落ちますけど、もうそのままね、読まれ続ける、安定して、まあ3万円ぐらいをね、まあ、この7月以降はキープしてるみたいな感じでしたね。いやー、めちゃめちゃ嬉しかったですね。はい。で、2020年の、まあ、途中までの収益ですけども、こんな感じになってまして、今、もらえてるのが、直近で一番もらえたの、これかな？ 7 月29日もらったので、これが一番、たくさんもらいましたね。4万3180円もらえてるんで、いや、これはでかいですね。こんなにたくさんもらえるなんてっていう感じで。最近正直はまだ3万円を切っててもらえてる額がね、ちょっと伸び悩んでるかなっていう気はしてるんですけど、これ3万7000円もらってた時もあったんだね。ちょっと落ちてるかなとか思ったんですけど、やっぱちょっと盛り返しましたね。やっぱコロナの影響で、外出を自粛されてる方が家にいながら、まあなんかね、楽しめるコンテンツとして、やっぱ Kindle 読まれてるような気がしますね。読まれてるので、まあこうやって、まあ収益に、ね、反映されてきてるのかなというふうに思います。で、まあいよいよ Kindle 出版のね、メリットをお話しますけど、Kindle 出版ね、やっぱ無料で始められるっていうのが本当にでっかいと思います。だって本出すってね、普通出版するために費用ってかかるのに、いや、電子書籍のメリットってめちゃくちゃありますよね。だって自分でね、まあ、ワードとかに文章を書いてそれアップロードするだけですよね。本当まあ、写真とか動画をアップロードするのと同じですよ。まあ、YouTube とかもね、まあ、無料で動画配信始められるわけですけど、まあ、それと同じ感じですよね。概要欄のリンク貼っときますので、そこにアクセスしてください。そうすればね、Kindle 出版できるページに飛びますので、それ見てみてください。で、ごまの場合は、別にワードじゃなくても確か良かったはずなんですけど、まあ皆さんワードが使いやすいと思うんで、ワードに文章をね、書いて、で、アップロードして、レイアウトチェックして、で、表紙を用意してください。まあ、商品は、まあ、ごまみたいにね、パワポで簡単に作ったね、やつでも全然 OK なんで、それで作りますよ。で、詳細欄を記入して、まあ、出版っていうのをね、しますね。詳細欄、まあ、概要を書いたりとか、まあ、どのカテゴリーにね、入るやつかとか、まあ、投資の本だったら、その株式投資みたいなカテゴリーがあるんで、そのカテゴリーをね、選んだりしたりして、書いてください。あと、まあ、タイトルをね、書いたりとかですかね。はい。で、先ほどのリンクにね、から行ってもらうところのトップページ、Kindle Direct Publishing っていうところにね、ここに行きますので、で、まあ、動画でやり方とか説明書いてありますし、まあ、出版の手順はこちらですみたいな、ここをクリックしてもらえればね、まあ、やり方、非常に簡単なんで、まあ、最初はちょっとよくわかんないとかあるかもしれないですけどね、まあ、全然、まあ、慣れてもらえれば、すぐ出版できると思います。ね、収益最大70%ロイヤリティね。で、あと世界中に売ることができるっていう感じですよね。まあ、さすがに5万は日本語で書くので、日本人ぐらいしかね、読めないと思いますけど、まあ、海外に住んでる日本人も簡単に読むことができるっていうね、そういうメリットもありますのでね、はい、いいんじゃないかなと思います。で、あとね、お伝えしたのはここですね。ロイヤリティ70%。これがめちゃくちゃいいっていうことですよね。で、これなぜこれが実現できるかっていうと、Kindle Unlimited っていうね、サービスの存在が大きいです。これ何かっていうと、月額980円払ってる人は対象の書籍を読み放題になるというサービスですね。これ入ってないと、まあ普通に買うしかないんですよ。1冊いくらで、買い切りで買わなきゃいけないんですけど、そうじゃなくて、このね、定額課金ですよね。それで試しに読んでみるっていうことが可能です。で、5番はもちろんね、この Kindle Unlimited で読めるようなね、対象の書籍として販売することができるので、そうしてますと。そうじゃないと、これに対象にしないと、ロイヤリティは35%ぐらいですね。
普通にじゃあ、1000円とか、まあ、自分で値段設定できるんですけど、1000円、ね、1冊1000円って設定したら、それ売れても350円しか入ってこないということですね。ただ、まあ、この Kindle Unlimited に、の対象にしてますよっていうふうにすると、1000円、のね、で販売するっていう、それ買ってもらえれば700円入るということですね。で、買ってもらうんじゃなくて、この Kindle Unlimited で読んでくれる人っていうのは、その読まれたページ数に対してロイヤリティが発生しますね。試し読みの人はね、まあ、10ページぐらい読んで、これなんか違うなって思ったら、まあ、それ以降は読んでくれない。その読んでくれなかった分は、ロイヤリティは出てこないということですね。大体1ページ0.5円ぐらい、ね、1ページ読められれば0.5円ぐらいね、もらえるってことなんで、まあ、これは、まあ、ちょっととっつきやすいわけですよね。Kindle Unlimited にね、加入してる人は。どうせね、まあ、こういうなんか素人が書いたような本でもね、まあ、どんなもんだろうなってね、まあ、ちょっと見てやろうか。どうせ入ってるし、みたいなね、人は読んでくれるっていう、そういうね、まあ、間口が広くなってるっていうふうに捉えてもらえればいいです。だからこの存在が大きいから、まあ、5万の本もね、読まれてもらえるんじゃないかなというふうに思います。だって著名人とかじゃ全然ないのにね、読まれるわけですからね。この制度は非常に大きいかなというふうに思います。で、まあ、だからね、あなたがね、もし販売するんだったら、Kindle Unlimited の対象にしてくださいね。このね、この Kindle Unlimited にね、加入しているなら、この0円で読めますよっていうふうに、これは販売ページですけど、なってますのね。で、普通に買うと500円で購入っていうね、ふうになってますという感じですね。で、どんなテーマが売れるのかっていうのね、コツを解説していきたいと思います。で、実際5万が出して売れた本っていうのはこちらでしたね。投資の本、このね、本がね、読まれました。これが一番読まれてます。で、このうつ病で1年間休職後に休職した体験、こちらも読まれてますね、割と。で、まあ、分析すると、まあ、投資イコール勉強しなくちゃっていうマインドになりやすいのかなというふうに思います。しっかり書籍を見て知識を得たいっていう人が多い気がしますので、まあ、このね、投資関連の本、まあ、具体的な銘柄をごまは出してます。この VOM っていうね、実際ね、どんな銘柄を買えばいいかって、やっぱ最初ね、投資始めた人って分かんないんですよね。で、不安なんですよ。で、もう教えてほしいんですよね。こんな銘、どんな銘柄がいいのかっていうね。で、なかなかね、やっぱ投資やってる人からすると、こう具体的な銘柄を教えるのってやっぱリスクあるんですよね。絶対にこの銘柄がね、いいとか悪いとかって、未来にはがどうなるかなんて分かんないんで、これね、もしおすすめて、ね、この銘柄がもし、ね、悪い成績出しちゃったら、僕なんかバッシング受けるかもしれないじゃないですか。だからそういうリスクがあるから、なかなか進められないんですけど、でもそんなこと言ったら最初始められないんで、やっぱ具体的なね、なんかね、示さないとやっぱり読んでもらえないなというふうに思ったので、まあ、そこら辺のバッシング受ける覚悟はね、ある程度して、まあ、こういう本を出しました。ね、で、実際にどういうふうに、ね、選んだのかっていう、この5万の具体的な心理状態とかね、なぜその銘柄を選んだのか、そういうものが、まあ、知れるという本で、まあ、人気が出たのかなというふうに分析しています。まあ、同じ理由でね、うつ病の体験記っていうのもね、こういうのはまあね、まあ、今、特に会社員の方とか、まあ、公務員でもそうかもしれないですけど、ね、仕事の不安とか生活の不安、ね、病気の不安、乗り越えるためにはどうすればいいのかっていうのね、本当、まあ、皆さん、まあ、不安を抱えて生きてると思うんですよ。それの状況でね、まあ、どうしていったら少しでも、ね、楽になるのかとか、どういう制度があって、まあ、傷病手当金どうやら振ってもらうのかとかね、そういう、まあ、世の中にある具体的な制度とかですよね、そういうものをどうやって活用するのかとか、そういうノウハウっていうのを集めたので、まあ、そういうのがね、まあ、気になるって方が読んでいただけたのかなというふうに思います。まあ、人生不安を抱えてない人なんて、まあ、ほとんどいないでしょうからね。で、売れなかった本も一応書いておきます。で、一番最初の話はね、この仕事が辛い、辞めたい時に見る本っていうね。これはね、ちょっと、テーマがこう絞り切れてなかったかなっていう感じがしますね。まあ、自分のもうやってきたのを詰め込んだんですよ、今まで。まあ、休職したうつ病でね、なったとか、傷病手当金どうやってもらうのか、副収入とか資産運用とかね、まあ、いろんなこと詰め込んじゃったんで、まあ、こうなったんですけど、まあ、集大成っちゃ集大成なんですけどね。あんまりこう、
まあ、一番最初に書いた本だからね、そんなにうまくまとまってなかったのかもしれないですね。ちょっと、いまいちだったかなと。まあ、他の本よりはって感じですね。で、一番失敗したのがですね、キャッシュレス決済の教科書っつってね。キャッシュレスの情報はね、このブラグやニュース情報が溢れてるので、まあ、そっちの方でね、やっぱネットでサクッと情報を仕入れるっていう方が合ってるのかなって感じですね。ちょっとわざわざ電子書籍で見るっていう感覚じゃなかったような気がします。ね、わざわざね、書籍で見ようというマインドにならなかったのかなというね、分析です。トレンドに乗ろうと思ったんですけどね、この消費税増税の時にね、キャッシュレス決済 にしようとかね、ペイペイとかね、いろいろ流行ったと思うんですけど、それにね、乗ろうと思ったんですけどね、トレンドにね、ちょっとうまくいかなかったなって失敗感ですね。はい。そんな感じです。まあ今まで4冊出してて、まあそんな感じということでね。で、2020年8月時点で、5万のね、売れ筋の本がやっぱこのなんですよ、この先ほどの VYM の本なんですけど、これがね、結構いいランキングに載ってんですよね。まあ、Kindle 本のね、ビジネス経済っていうカテゴリーの中の投資っていうカテゴリーの中で24位に。で、株式投資のカテゴリーで9位に載ってたのがこの5万の本ですね。だからね、結構読まれてますね。毎日のようにね、アンリミテッドでも読まれてるし、普通に買い切りでね、500円で買ってくれる人もいますよっていう感じでしたね。はい。で、最後にちょっとノートとの違いもね、お話しておきたいと思います。この電子書籍っていうのはね、まあ、ノートっていうシステムがあるんですけど、これとね、Kindle の違いっていうのは、まあ、ノートはね、すぐ更新できるんですよ。ちょっとね、新しい情報が出てきたら、それをね、更新するってことができて、頻繁に更新できるっていうのがノートなんですけど、Kindle の場合はあんまり更新しないので、やっぱ普通の本と一緒ですよね。まあ、一回出したら、まあ、その情報は、まあ、ちょっと、まあ、古くなっちゃって、ね、その発売当時の情報であるので、なっちゃうっていう可能性は、まあ確かにあるなっていう感じですね。でも、その読み放題があるっていうのはでかいですね。Kindle Unlimited。まあ、これでね、いや、本当に、まあ助けられてると思いますよ。このシステムによってね。で、Kindle ユーザーっていうのはやっぱ多いかなっていうふうに思います。ね。まあ、読書層はね、やっぱ今時電子書籍ですし、まあ、Kindle だったらほとんどのね、本が揃ってるっていうことなんで、まあ、Kindle で読んでる方多いですよね。で、ワンクリックで買えますよね、もちろんね。もうね、Amazon の、支払い方も皆さん登録してあるので、もうワンクリックで買うって言ってね、買えますもんね。それで買ってもらえるっていうね、可能性が非常に高くなるということですね。で、ごまは、今年2020年はノートもね、2冊ほど出して、有料ノートで2冊出してみたんですけど、こっちはね、あんまり売れてない。実際あんまり売れてないんで、Kindle の方が全然ね、安定的に売れてるので、まあ、嬉しいなっていう感じですね。はい。という感じで、お話ししてきました。もうここだけね、結論だけまとめると、ブログで100円しか稼げなかった僕がね、Kindle で初月いきなり1500円稼げました。Kindle 出版は無料で始められてね、で、ロイヤリティが 70% でね、もらえるってことが、これがめちゃくちゃ良くてね、これだけ稼げてきました。Amazon というね、巨大なプラットフォームを利用できるっていうね、Amazon 内の検索でね、引っかかるっていうね、これが Kindle 内のね、検索で引っかかるっていうのが大きいですね。どんなテーマが売れるのかコツをね、解説してみましたので、あなたなりのね、得意な分野で電子書籍出してみてください。はい。こんな感じでね、5万はまあ今回はね、副業の話ですね。どうやって稼いでいくのかっていう話をしてきました。他にも今後もね、動画で、そういう話をしていこうと思います。まあ、今回のね、 Kindle の話、 Kindle はこういうの出してますよって本は詳細欄のリンクに貼っておきますのでね、そっちから見ていっていただけるのもいいですし、実はノートも出してまして、このね、副収入8万円と両立させる方法っていうね、 Kindle 出版以外の方法もこちらのノートでね、明かしてますので、そっちも見ていってくださいということです。だから Kindle とノート両方5万を出してますっていう感じですね。はい、まあ、よかったら両方見ていってください。今回はね、Kindle のやり方の話でした。でも具体的な Kindle の始め方みたいな、ね、今回はそのリンクだけ紹介して、あとはね、見てくださいって感じでしたけど、もっともっとね、詳しいやり方っていうのを、もしね、需要があれば別の動画でね、解説したいと思いますので、よかったらコメントをね、いただければ考えたいと思いますので、よろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。